こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はアウディの A8 と A7 をご紹介したいと思います。最近ですね、アウディはデザイナーが変わりましたので、ちょっと雰囲気変わりましたよね。特に変わったのがこのシングルフレームグリルなんですけれども、前はもう少し縦型だったものが、ちょっと水平基調を、ね、意識したものになりました。で、A7 はですね、よりこう高さが低いので、もっと薄くワイドにっていう風になってますよね。A8 の方がこう押し出し感のある顔、やっぱりフラッグシップモデルだなっていう感じはあるんですけれども、こちらはかなりスタイリッシュにまとめられていますね。で、特徴的なのがサイドビューなんです。両者のですね、明確な違いはこのショルダーラインにあるんですね。 A8 の方は割とですね、スーッと、ショルダーラインが前から通っていて、スーツのこう肩を、ね、しっかり張った、そういったこうデザインだと思っていただけると分かりやすいと思います。そして A7 の方はですね、このショルダーラインからの開放を狙ったということで、今までアウディってキューってね、前から後ろまで高い位置でラインが通ってたんですけれども、今回ちょっと下になったんですね。この方が高さ的にも低くできますし、デザインの自由度も上がったということで、かなり A7 はですね、スタイリッシュな、ガラリと変わったデザインになりましたね。では A8 でございます。やはりね、それなりにこう大きさもありますし、最上級モデルですからね。今ゆったりとした動きで走っておりますけれども、実はですね、エンジンこちら V8 ですからね、パワフルなんですよ。460馬力の660ニュートンメーターということでね、非常にスペック的にも、パワフルなものになっています。ですのでね、ちょっとこれ走り味を変えてみたいんですが、これね、全部こういったところがタッチパネルなんですけど、ちゃんとこうね、ブルブルってクリック感があったり、音が出たりとか、スマートフォンのね、こうキックバック的に返ってくるような調整が4段階でできるんですね。で、これね、メーターの中の液晶も入れると、液晶3つもついてますからね、今時の車だなっていうのがこう見た目にも伝わってきますけれども、走り味もですね、今これ先ほどね、ダイナミックに切り替えてみたんですが、やっぱりこれダイナミックに切り替えるとね、結構こういったワインディングでも大きさ感じさせなくてシャーッと動きますね。っていうのもですね、これボディがね、また良くなってるんですよね。アウディって、昔からね、アルミを使っているじゃないですか。で、今回は、アルミがメインなんですけれども、適材適所にですね、カーボンだったりマグネシウムだったりスチールだったりを使うことで、より進化したアウディスペースフレームになってるってことなんですね。非常に一体感のあるね、仕上がりになってるなと思います。ただこうガチガチのスポーティーではなくて、この A8 らしいしなやかさっていうところがね、非常に私は結構これ好きですね。で、安全装備もですね、レーザースキャナーというのがね、量産車で初めて導入されまして、これによってミリ波レーダーでしょ、それからカメラでしょ、超音波センサーでしょ、そしてレーザースキャナーがついて、全部でね、こう23個いろんなものを見てくれる、目が増えたところに行ってもいいと思うんですが、カメラが強い、こうパッと目で見て形を捉える力と、ミリ波は悪天候に強いですけれども、そのこう中間ぐらいを、レーザースキャナーがすごくいいとこ取りをしたような装置なので、前よりもですね、すごくこう人間の感覚にリアルに制御してくれるようになったって言えばいいでしょうか。そしてですね、もう一つニュースはパワートレインですね。アウディの、V6 以上、V8 とかですね、そういったエンジンは、全部こうマイルドハイブリッドシステム化されるということが決まりまして、この車にも導入されております。これどんなものかっていうと、48V 電源を使ったですね、マイルドハイブリッド化システムで、オルタネーターが強力になったぐらいに考えていただくといいのかもしれませんが、トランクの、ところに、リチウムイオンバッテリー積んでまして、燃費が良くなったりとか、コースティングで、そういった制御ができたりとか、あとはこうすごく高い速度域、22キロ以下になったらもうアイドリングストップ制御に入れるとか、そういったフォローをしてくれるシステムだと思っていただけるといいと思います。
こちらは A7 ですね、V6 3リッターエンジンを搭載しておりまして、かなりパワフルマシンでございますね。やっぱりね、 A7 はまずかっこいい、まあ、ここに尽きると思うんですけれども、私の中ではやっぱり A6 があって A7 はスペシャリティみたいなイメージがあるんですけれども、まあその解釈間違ってないと思います。ですので、こう基本的なものはですね A6 に近いところがあるんですが、もちろん出たのが後なので、そういった意味ではですね、より洗練されてるというふうに言っていいんじゃないでしょうか。非常にですね、今もワインディング、軽快に気持ちよくね走ってくれています。なんかね、フラットライド感が非常に高くなったなって感じがしますね。今ね、これオートモードで走ってますけれども、じゃあちょっとダイナミックにしてみようかな。はい、おお、変わりましたね。あー、でもね、これぐらいでも非常にこうシャッキリとした味わいで、あ、でもかなりスポーティーに攻められそうだな、これは。うん、でも今みたいなところでスーッとこう、なんだろう、腰を落としたまま気持ちよく曲がっていってくれて、最後にこう抜いてもこうふっとね跳ね上がる感じがないんですよね。こう路面を捉えて離さない、そういった雰囲気です。うん、トレース性が高い車ですね。今日はですね、アウディの非常にねスペシャリティな2台を試乗しましたけれども、それぞれね、かなり性格の違うモデルに仕上がってましたね。まあどっちが好きかって言われたら、私はやっぱりこっちかな。はい、車の出来としてはこちらの方が完成度高いと思いますが、スタイリッシュさではねこちらもいいし、まあ両者甲乙つけがたいといったところでしょうか。